アーセナルのレジェンド、アンリさん、トッテナムファンを盛大に煽る。ヘイリー・アンリが受賞式で、トッテナムファンを刺激する。アンリ、あなたはトッテナムのファンですよね？普段は、トロフィーを手にすることはないでしょう。骨の髄まで、アーセナルなアンリ先生。やっぱアンリよ。どこのチームのファンだろうと、普段トロフィーは手にしません。そういうことじゃないと思います。オンスアグーナー、オールウェイズアグーナー。これ体現してますね、アーセナルの王。アーセナルのレジェンドは、間違いなくこいつ。めちゃくちゃ言ってて草。アンリの煽りが強すぎる。どこまでもアーセナルなの最高。マジで、リアルタイムで、アンリとか、ベルカンプとかのこと見ていたかったな。これにはベンゲルもにんまりで。トッテナムさんのタイガーカップと、アウディカップをバカにするな。差別や誹謗中傷やらに、サポーター同士はバチバチしてなんぼみたいなこと言ってるおバカたち、あるべきものはこういうのだよ。ドキクショーすぎる。